原音エアーズ。さあ、日本現代音楽協会の現代音楽展2015、第3夜のご紹介です。第3夜はですね、首都圏を離れまして、大阪の公演になります。実は最近日本現代音楽協会の、関西圏会員も大変元気で、ここ数年、宮本靖子さんの打楽器の演奏会でありますとか、あと鍵盤ハーモニカのフェス野村さんね、野村さんのね、から一番最初は上田さんでしたね、クライネット。最初は上田さんのクライネットでしたね。で、今回じゃあだから第4弾になるんでしょうかね。そうですね、平田さんのサクソフォンですね、平田英二さんのサクソフォンリサイタルを大阪で開催するということになっております。はい、そのご案内を、事務局長の佐藤正弘さんが、はい、よろしくお願いいたします。はい、今松尾さんがおっしゃった通りですね、関西の企画としては第4弾になりますけれども、関西の現音の会員の方々の演目ですね、で、平田英二さんという、国内外で大変活発に演奏活動を展開されている素晴らしい、サクソフォン奏者の、方で、今回リサイタルをするということで、非常にその関西の現音の会員の方々がとっても元気で、で皆さんすごく自発的で、こういった企画をどしどし、もちろんね、関西以外からでもいろんな地方からの、声っていうのも届いてるんですけども、このところ非常に関西が元気ということで、今年も関西からまた新しい音楽が発信されるということで大変期待されたいところですね。はい、はい、ぜひぜひもちろん関西圏在住の方もですけれども、もしお時間許すようでしたら東京の方も新幹線でシュッとシュッと来ますね。会場はね、岡崎駅から確か近くのはずですから、はい、ぜひぜひ、お集まりいただければと思います。はい、よろしくお願いします。